ルボトム酸化とは、有機化学における人面反応の一つで、シリルエノオールエーテルが、メタクロロ観測鉱酸と反応して、アルファシロキシケトンに変わる反応のこと。1974年に、A.G. ブルックラ、GM ラブタンラ、A ハスナーラによって、独自に発見された。アルファシロキシケトンは酸などにより大いにアルファヒドロキシケトンへと、加水分解できる。 まず、マクプバが、シリルエノールエーテル1の二重結合を参加して、エポキシドニを与える。三陰間が開館して生じる創生4三乗で、シリルはじめが転移し、アルファシロキシケトン4となる。ブルック、A.G. マクレー、DMJ、オルガノマトル、ケム、1974、77、C19、C21、ドイ、10.1016。 S0022 S から 328X81332 から7ハットラブタン、GM エトール、テトラヒドランレッド、1974。4319から4322、ドイ、10.1016、S0040 から4億399万2153から、7ハットハスナー、エールス、RH ピニック。 hwjorgcam1975403427 から3429土井10.1021乗0 0 9 1 1 a 0 2 7ありがとうございます。